長い時間お待ちだったんじゃないですか。待ちました。何分待ちました。2時間ぐらい。誰かそこで3時間って言って本当ですか。3時間。じゃあ短くやりましょう。体が切れた前にもう日本は変わらなきゃいけない。一つに日本の将来を考えた時、新たな人口減少の中でも次の世代に豊かさ、活力を引き渡すことができるような新しい国づくりへ向かわなければいけないという思いから来てるのは間違いないと。こんなに大変な事態に今置かれている被災地の子どもたちのために、今を生きる私たちが何ができるのかを考えたら、汗をかいて必死になって将来を作り上げている大人たちの姿を見せなければいけないという思いが、今回の選挙、アベノミクス解散、なぜ今解散なのかって声が多い。よく選挙の街頭演説にありがちな演説をしようと思ってないんです。ありがちな演説は何かというと、とにかくテンション高く、声は絶叫調。かつて誰かのお父さんもそういう演説してました。静かに一つ一つの確かな言葉でこう胸に腑に落ちるように訴えを日々続けていくことが大事だと思っています。皆さんの、私の前にいる方々、後ろを見てください。ミスタードーナツ 3M、 こちらの方は後ろにほろ酔い居酒屋、これ全部買い物するところなんです。そして買い物は言葉を変えると消費なんです。消費をするときに私たちが払うのが何ですか。そう、消費税。経済の専門家であるエコノミストも政治家も、私たちが予想したことは、7月、8月、9月は消費が戻ってくるから、来年消費税を10月に 8% から 10% に上げる、その規定路線で行こうと考えたんです。だけど今回蓋を開けてみたら何が起きた。7月、8月、9月も消費が戻ってきてない。今感じていることは、 5% から 8% という 3% ではなくて、まるで0から8% に負担がなったように感じる。0から8とまでは言わなくても、 3% の負担の方が思ったよりも負担として強く感じているっていうことは、多くの方の実感であるんです。仮にこれがそうだとすると、なぜエコノミストや政治家が7月、8月、9月は消費は戻るから大丈夫だと思ってたのに、そうじゃないのが起きてるのかっていう説明がつくんです。数字と実感のギャップだった。消費税が上がったのは5から8 3% という数字です。しかし 3% という上がった数字以上の実感があるんです。株価は倍、有効求人倍率は北海道から沖縄まで全ての地域で上がって、失業者の数は減って、そして働く人の数は100万人増えて、こんなに数字を見ればいい状況はない。その上がった数字と皆さんが感じているその実感が果たしてどうなっているのかまできめ細かく対応をしなければいけない。変化も強いられる時代だと。社会保障だって今私の目の前で聞いてくれてるのが高校生のようにありがとう、面白い。この街頭演説に高校生が一番前で聞いてくれてるなんて何だよ。本当にありがとう。次の世代のために社会保障だって今までのように次の世代に付けをずっと増やすようなことはもうできない。だけどその変化をみんなが一緒になって勇気ある一歩を変化の方向に踏み出すために必要なものが一つある。それはその変化の先に希望があるとみんなで信じて進むことです。そしてその希望を政治家が語り示すことなんです。ご清聴
寒い中ありがとうございました。